はい、皆さんこんにちは、ラジオ遠藤でございます。今日も川倉遠藤を行かせていただきたいと思います。今日乗ったのはこちらです。はい、スマートですね。スマートの、4-2 というものに乗ってました。2シーターの、いわゆるシティコミューターというやつですね。実は僕は先代も含めて、スマートに乗るのが初めてです。なんで初めてかっていうと、この2シーターってあんまり意味があるのかなって、コンセプト的に、僕個人の好みとしてあまりなかったんで、ちょっとせっかくの機会なんで乗ってみました。またね、4シーターの方も乗ってみたいと思いますけれども、今日2シーターです。意外に良かったんで、ぜひご覧ください。まずは、外観の方からチェックしていきましょう。ご覧ください、どうぞ。はい、今日はスマートでございます。メルセデスベンツですね。メルセデスベンツのスマートブランドのスマート、4-2ってやつですね。まだ4-4の実写がないんで、今日が4-2行きます。デザインがだいぶ変わりましたね。非常に独特なスタイリッシュな顔です。ギアハッチはよいしょ、ガラスを開けて、そうですね、ここを開けると前回荷物もこれぐらい入ると。いわゆるシティコミューターですね。はい、いかがでしたでしょう。ちょっと短めだったんですけれども、外観の方チェックしていただきました。いい意味でドイツ車的じゃない、裏切りのあるスタイリッシュなデザインだったと思います。非常に陽気な感じのするフロントマスクでしたね。個性的でした。特にやっぱりこの2シーターで縦に短いっていう、あれはものすごくこう逆にインパクトがありますよね。小さい中にあるインパクトっていう感じでした。リアゲートちょっと開けたんですけれども、荷物十分に入ります。普通の買い物程度だったら十分にできます。やっぱり気になりますよね、2シーターで、ああいうシティコミューターどういう走りをするのか。実際に乗ってみましたので、走りの方もチェックしてみましょう、どうぞ。はい、皆さんこんにちは。では、今日は、メルセデスベンツのスマートブランドですね、スマートの4-2に乗ってみたいと思います。外観がものすごいビビッドです。可愛いというか、なんというか、ものすごい独特なデザインですね。随所随所かなり独特です。ドイツ車じゃないみたいな
仕上がりになってますね。もうちょっと走ってみましょうか、とりあえず。出発します。結構トルクがある走り出しをしてくれました。松尾は視界の高さが非常にあるなという、視点の高さって言ったらいいですかね、非常にドライビングポジションが高いです。縦に短く、上に高くというパッケージング、ミニバンですとか、最近の軽自動車ですとか、ツーボックスカーなんかと同じようなパッケージングになってます。ただこれ視界高いんですけども天井があんまり気にならないですね。視界にもそんなに影響はしてきてない高さです。で、皆さん思ってるよりも早いですよ。3気筒の 1000cc ですね。3気筒の 1000cc で、RR になりますか、リアマウントのリア駆動というのをやってます。まだちょっとね、曲がってないんで RR がどんなものかというのはちょっと、完全に感じ取ることができないんですけれども、直進してる分にはやっぱり少し、FF とは違う、なんて言ったらいいんでしょう、ドライビングにこうアシストしてくれる感じがすごくありますね。後ろから押されてる感っていうのもものすごくあります。これ本当に出来が可愛いね。ドイツ車としては本当に思えない、イタ車とかフランス車っぽい、造形色の使い方ですね。で、明るいんですよ。もちろんこう今インパレード周りオレンジだったのを見てもらったかと思うんですけれども、全体的に非常に明るいイメージを持ってます。内装色もそうですけども窓とかも広いんで、車内も明るいですね。ちょっとだけ今がってすごいね。ハンドルの遊びはちょっとあるんですけど、やっぱハンドルに対しての反応というか、縦に短い分、ホイールベースが短い分、やっぱりそれなりの挙動が示してくれますね。ちょっと座面が高い、視界が高いんで、なんて言ったらいいんだろう、ワインディングロードとかに持ち込むとのがちょっと厳しいかなと思うんですけれども、いわゆるもともとのスマートの狙いである、シティコミューターというか街乗りちょい乗りで気軽に乗れるっていうのはもう一発で分かりますね。いかがでもこう後ろこうやって手伸ばしたらリアウィンド触れますからね。2人乗りですから、また今度4-4も乗ってみたいと思うんですけど、今日4-2から行ってます。スマートの元々のコンセプト、僕初めてなんですよスマート乗るの。実は旧型も含めて、でこの新型になって、全幅が10センチか100ミリ広くなったんで、ちょっとこう見た目も余裕が出てきてるし、車内も多分僕の体でも何回かやられた他の動画でも言ってますけども、185センチ、96キロぐらいなんですけど、いわゆる巨大な体なんですけども、それでも多分収まるだろうなと思って乗ってみたんですけれども、これは思いっきり収まってますね。窮屈なところがないです。
少し座面が狭いかなと思うけど、このレベルの先進シーンで2シーターで、っていうこの車に関して言えば、もう十分な座り心地ですよね。でドイツらしく背面シートの背面とかも結構しっかりサポートしてくれてるんで、非常にこうこの横のサポートもいいですし、硬さもいいですし、なんなら結構な長距離乗れますよこれ、本当に。多分ね、ちょっと往復2、300キロの日帰り旅行なんて難なくこなしそうですね。ブレーキがいいな。これはやっぱりもうね、ドイツ車共通ですけれども、ブレーキのしっかり感、しっとりとしっかり効く感じっていうのは、このスマートでも感じられます。少しスピードが出てる時からところからビュッと押すと、踏むと、効きすぎ感すら感じるような、不思議な感覚ですね。質感もいいよね、しっかりしてる。でこれちょっと画面じゃ分かりづらいと思うんですけど、ドア厚ボディのこの厚みなんかもはっきり感じられます。その割には、車内の広さは十分確保されてます。本当にね、リアシートがないだけで、2人乗りだけで、もちろんそれ軽よりは大きいんですけれども、軽よりも広い、軽自動車よりも広い室内スペースっていうのはしっかり保たれてますね。ね、もうちょっとね、僕不安な感じがあるかなと思ったんですよ。前は全然ないし、後ろもそこまでスポンと切れてるんで、なんとなくこうどことなく不安な乗っててね、体感上不安な気がしてくるかなと思ったんですが、そういうところはないですね。意外にハッピーな感じです。これ内装のせいだろうな。よく作ったよ。でリアスペースも結構ありますしね。リアスペース、ごめんなさい、ラゲッジスペースですね、もう結構あります。普通の2ボックスぐらいあります。だから4人は乗れないけれども、ちょっとした買い物ぐらいまでは十分こなせます。ちょっとした旅行なんかも全然こなせますね。そのあたり、まあ2シーターといってもどっちかっていうと、ちゃんとした街乗りを意識してるとこして、ちょっと曲がってみましょう。ギュッと、うわか曲がるこれ3メーターいくつなんだよね、確か回転最小半径が 3.3 だったかな。ものすごい勢いで曲がりますね。多分 U ターンなんかもかなりいいでしょうね。で高さが150センチ、155ぐらいだったらと思います。ごめんなさい、記憶が曖昧で、なんで、普通のタワー式の駐車場にも入ります。縦に異常に伸ばさなかったっていうところは好感が持てますね。都会を走ってて、ちょっと駐車場が見つかりにくいときタワーでも OK、もちろん普通の駐車スペース、多少の駐車、狭めの駐車場でも、入ると。これ本当に僕なんかちょっとね、都心からずれたところに住んでるんで、あれですけども、都会の人の車としては
じゃないでしょうか。ツーシーターっていうところがね、スマートの4-2なんで今日乗ってるのは、ネックになる人もいると思うんですけれども、まあ、実際に都会で仕事をしててじゃあ4人、2人以上乗ることをどうですかっていう話になると、僕なんかも車移動が中心なんですが、あんまり3人4人って乗せないですよね。まあ、ご家族とかいればちょっと別ですけれども、仕事でちょいちょいと乗る分にはこれ、ツーシーターでも十分な感じがします。少し直進ばっかりなところが多いんですけれども、直進安定性も曲がる割にはまずまずですね、もう少し欲しいかな。 FF じゃないんでやっぱり多少、ハンドルに敏感なところがあります。まあでもこのなんて言うんでしょう、ボディサイズというか、ホイールベースで、エンジンがリアで駆動もリア、その中でそのパッケージの中での直進安定性としては評価ができるところじゃないでしょうか。下手したらあれだよね、昔懐かしのビートとかさ、あれと内容的には変わらなくなってくるのがちょっと、まあ、幅は広いですけれども、あんなに敏感じゃないですよね。十分直進してくれます。でね、もちろんこのクラスの車なんで決してサルーンであったりとか、メルセデスベンツのの方のクラスではないんで、それなりに、ロードノイズも拾いますし、遮音性は低いんですけれども、エンジンがリアにあるっていうことが逆に、静かさ静音性に貢献しているような気がしますね。前から何か音がやってこないって言ったら突っ込んでこないっていうのをちょっと感じます。これ椅子いいな、椅子がすげえいいです。本当に座り心地が、これライバル車がねいないと思うんですよ。ライバル車いないから比較のしようはないんですけど、このクラスの椅子はどうなんだろう、初代の A クラスよりもいいかもしれないぐらい、座り心地がいいですね。なかなかなもんじゃないでしょうか。特にスポーツモンとかやっぱりついてまいないすませんね。トランスミッションは普通のノーマルの、ものになってます。もちろんマニュアルは、使えますけれども、まあ、車の趣旨的にそういう車じゃないですね。系の車には当然のごとく言えるんですけれども、車内が広くないんで、必ずプラス要素になるところですね。非常に効率よく温まり、効率よく涼しくなるというところですね。視界が非常にいいです。見切りが
だけから C ピラーって言っていいのかな、ツーシーターだから C ピラーなのか B ピラーなのか、まあ、C でしょうね、リアのピラーが、かなり厚くできてるんでそこが死角になるぐらいですね。ただこれはミラーとミラーで十分補ってる感じかなと思います。はあ、軽い軽い、はいはい、あ、面白い、今ちょっと面白さを発見しましたね。FF じゃない加速感、後ろからグーッと押されていく、このなんて言うんだろう、少し高級感があるようだ、いや明らかにあるんだろうなっていう、今加速感を感じましたね。加減速に関しては全く問題ないですよ、よくできてます。ちょっと僕が気になってるのは、まあ、この手のこの辺のクラスの車だといらないよっていう人も多いんですけれども、タコメーターがいないんですよね。スピードメーターだけしか真ん中に丸く切ってないです。これがちょっとどうしてもチープ感を感じてしまうんですね、私こういうパターンが。個人の趣味ではあると思います。ただ、僕はタコメーターは欲しいな、エンジンの状況とかやっぱり見たいんで、どんな車でもタコメーター欲しい派なんで、これはタコメーターつけて欲しかったかなと思います。ハンドルのスイッチもあるね、リセットプラス、これオートクルーズもついてますね、音声認識のこれもついてます。面白いな、なんかスマホなんかでこの辺にセットするオプションも確かあったはずなんですよ。スマホと連携が非常にいいという。だから都会向きですよね、やっぱりね。で乗り心地、質感なんかは、軽自動車よりもはるかに上なのは言わずもがなんですね。1000cc クラス、1000から 1200cc くらいの、車の中でも非常に質感は高い方だと思います。遊び心があって非常にいいですよね。ちょっと回ってみましょうか、グイッと、グイッと、はい、ちょっとやらせてみましょう。はい、リア駆動の恩恵がすごいある、これはものすごいかな。もうちょっとね、FF だとアンダーも出ちゃうし、乗り味に高級感がないっていうところがあるんですけど、なかなかに質のある、質のいい乗り味をしてます。これちょっと試しなんですけど、U ターンしてみます。ほら、すっごい今分かりましたかね。ものすごい角度で U ターンします。これフロントの打角すごいあるね、多分これでも回れるんじゃないかな。ほら回れた。 FF じゃないことによってフロントのタイヤの打角がすごいありますね。打角がある上に後輪駆動で、なおかつホイールベースも短いとなると、
グリングリン回せますね。これ面白いからもう一回回ってみちゃおうかな。はいはいはい。ほら切れちゃう。すごいですね。だから本当に都会で小回り利く車が欲しいなっていう方には選択肢としての1台、選択肢の1台としてはありです。4人乗せなきゃ全然問題ないです。荷物のスペースも十分ありますしね。そうってなところでしょうか。まあ特別にね、ワインディングに持ち込むとかっていうのはちょっとしなかったですけどね。そういう向きの車でもないですし、ざっと乗ってみました。非常に思ったよりも質感が高くて、で思ったより一番言えるのは、広いです。中は、空間ゆったりある感じで明るくて気持ちよかったです。あと高くもあったんで小回りもものすげえ効きました。ちょっとそこ感動しましたね。というところでしょうか。スマートの、4-2今日は乗ってみました。ご視聴ありがとうございました。感謝します。はい、いかがでしたでしょう。スマートの4-2使用させていただきました。ポイントは3つですかね。とにかく小回りが効く、面白いぐらいに回りました。ぐる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 、あの後もこの動画の後もちょっと駐車場の中とか回ってもらったんですけども、もうくる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 ずっと回ってられます。それぐらい小回りが効きます。これはFF じゃない、ごめんなさい、リアマウント、エンジンをリアマウントして、リアで駆動してるっていうことによって前の、タイヤのサスペンションの、この打角が広く取れたっていうことも貢献してると思いますし、もちろん、ホイールベースが短いっていうこともありますが、非常に小回りはいいです。これにはびっくりしました。それから2つ目、非常に、ドイツ車の割には遊んでるけど外してません。明るいし、造形もいいし、カラーリングもビビッドだし、まあ、いろんなパターン選べると思うんですけれども、基本的には遊んでるんですよ。だけどドイツ車らしい質感っていうのはしっかり残ってます。随所随所にボディ剛性もちろんいいですし、厚み、いろんな部分の厚みとか、しっかり感というのが、操作系のしっかり感というのがありました。特にシートいいです。これもともとね、開発がメルセデス・ベンツなんで、メルセデス・ベンツの意地といいますかね、メルセデス・ベンツらしいところなんですけども、シートを含め質感も良かった、でも遊んでいるという、この辺もいいですね。あとはもう一つはね、これ2シーターだからだと思うんですけれども、非常に室内が広いです。後ろに席がない分、余計こう余裕を持っていろんなところを作れると思うんで、またこれで4シーターの方の4-4ですね、スマート4-4に乗ったら印象変わるかもしれないんですけれども、各部横も10ミリ広がりました、先代より。それによってゆったりでしましたし、天井、それから、前ですね、インパネと自分との距離感というのも非常にありましたし、非常に空間としては快適な空間でした。さすがにね、スポーツ走行するような車ではないなというのはもう一目瞭然ですし、乗ってすぐに分かったんですけれども、普段使いの選択肢としてはありです。で、僕動画の中で再三、都会ではというような、街乗りでというようなことを言ったんですけれども、これ実際にはそんなに都会だけに限らなくてもいいんですよね。田舎道なんかでも全然大丈夫ですね。山道なんか細いところでくるっと U ターンさせたりとか、地方部でもかなり使い道があります。問題なのは2シーターだというところだけです。この4-2に関してはね、4-4は4人乗れるんで、別なんですけど、4-2っていうのは2シーターというところに割り切れるかどうか、もう本当にご夫婦でしか乗らないとか、奥様だ専用の車だとか、自分の仕事用でちょっと乗るような車だと、いうようでしたら、このスマート4-2の、を選択するっていうのは非常にありです。
お値段がね200万を超えてきます、今日乗ったので、220万ぐらいだったかな車両本体価格が。なんで、2シーターでそのお値段、そこを、超えられる余裕があれば、僕は、軽自動車よりもこちらの方が乗り心地は乗り心地というか使い勝手で、あの軽自動車よりも全然曲がりますから、下手な軽自動車が FF なんで、意外に小回り効かなかったりしますけれども、もうとにかく、まあ、その場でこう回転してるんじゃないかっていうぐらいの体感です。くるくるっと回ってくれますんで、これには本当にびっくりしましたね。まあ、まだあの出たばっかりの車なんで、あれですけれども、中古で若干値落ちするかなっていう気もします。そうしてくるとこれで某軽自動車のミニバンワンボックス系なんかオプションがザクザクつけたら200万軽く超えてきますから、それよりもありだろうな。あとはツーシーターを割り切れるかな、ツーシーターでいけるかなっていうところだけの話ですね。またあのスマートは4-4という4人乗りの車も出ています。これ乗ってインプレッションしてみたいと思います。そちらの方もあのどんな挙動するのか楽しみですね。初めて僕はスマートに乗ったんですけれども、予想をはるかに裏切って予想以上いっちゃいました。2台目奥さん用仕事用ありです。本当にありです。非常にいい車でした。以上ラジオ遠藤の、川倉遠藤でした。今日はスマートの4-2乗ってみました。ご視聴ありがとうございました。感謝いたします。なんかですね、質感もいいよね。しっかりしてる。でこれちょっと画面じゃ分かりづらいと思うんですけど、ドア厚ボディのこの厚みなんかもはっきり感じられます。その割には、車内の広さは十分確保されています。あの本当にね、リアシートがないだけで2人乗りだけで、もちろんそれ軽よりは大きいんですけれども、軽よりも広い、軽自動車よりも広い室内スペースっていうのはしっかり保たれてますね。ね、もうちょっとね僕不安な感じがあるかなと思ったんですよ。前は全然ないし、後ろもそこまでスポンと切れてるんで、なんとなくこうどことなく不安な、乗っててね、あの体感上不安な気がしてくるかなと思ったんですが、そういうところはないですね。意外にハッピーな感じです。これ内装のせいだろうな。よく作ったよ。でリアスペースも結構ありますしね。リアスペースごめんなさい、ラゲッジスペースですね、もう結構あります。普通の2ボックスぐらいあります。だから4人は乗れないけれども、ちょっとした買い物ぐらいまでは十分こなせます。ちょっとした旅行なんかも全然こなせますね。そのあたりまあ2シーターといってもあのどっちかっていうと、ちゃんとした街乗りを意識してるところ、ちょっと曲がってみましょう。ギュッと、うわか曲がるこれ3メーターいくつなんだよね、確か回転最小半径が 3.3 だったかな。ものすごい勢いで曲がりますね。多分 U ターンなんかもかなりいいでしょうね。で高さが150センチ、155ぐらいだったらと思います。ごめんなさい記憶が曖昧で、なんで、普通のタワー式の駐車場にも入ります。縦に異常に伸ばさなかったっていうところは好感が持てますね。都会を走ってて
ちょっと駐車場が見つかりにくいときタワーでも OK、もちろん普通の駐車スペース、多少 の, 駐車、の狭めの駐車場でも、入ると。これ本当に僕なんかちょっとね、都心からずれたところに住んでるんで、あれですけども、都会の人の車としては非常に便利じゃないでしょうか。ツーシーターっていうところがね、スマートの4-2なんで今日乗ってるのは、ネックになる人もいると思うんですけれども、まあ、実際に都会で仕事をしてて、じゃあ4人、2人以上乗ることをどうですかっていう話になると、僕なんかも車移動が中心なんですが、あんまり3人4人って乗せないですよね。まあ、ご家族とかいればちょっと別ですけれども、仕事でちょいちょいと乗る分にはこれ、通信端でも十分な感じがします。少し直進ばっかりなところが多いんですけれども、直進安定性も曲がる割にはまずまずですね、もう少し欲しいかな。 FF じゃないんでやっぱり多少、ハンドルに敏感なところがあります。まあでもこのなんて言うんでしょう、ボディサイズというか、ホイールベースで、エンジンがリアで、駆動もリア、その中で、そのパッケージの中での直進安定性としては評価ができるところじゃないでしょうか。下手したらあれだよね、昔懐かしのビートとかさ、あれと内容的には変わらなくなってくるのが、ちょっと、まあ、幅は広いですけれども、あんなに敏感じゃないですよね。十分直進してくれます。でね、もちろんこのクラスの車なんで、決してサルーンであったりとか、メルセデス・ベンツの上の方のクラスではないんで、それなりに、ロードノイズも拾いますし、遮音性は低いんですけれども、同じようなパッケージングになってます。でただこれ視界高いんですけれども、天井があんまり気にならないですね。視界にもそんなに影響はしてきてない高さです。皆さん思ってるよりもね、早いですよ。エンジンは3気筒の 1000cc ですね。3気筒の 1000cc で、RR になりますか、リアマウントのリア駆動というのをやってます。まだちょっとね、曲がってないんで、 RR がどんなものかというのはちょっと、完全に感じ取ることができないんですけれども、直進してる分にはやっぱり少し、FF とは違う、なんて言ったらいいんでしょう、ドライビングにこうアシストしてくれる感じがすごくありますね。後ろから押されてる感っていうのもものすごくあります。これ本当に出来が可愛いね。ドイツ車としては本当に思えない、イタ車とかフランス車っぽい、造形色の使い方ですね。で明るいんですよ。もちろんこう今
インパレード周りオレンジだったのを見てもらったかと思うんですけれども、全体的に非常に明るいイメージを持ってます。内装色もそうですけども窓とかも広いんで、車内も明るいですね。ちょっとだけ今待ってる。すごいね、あのハンドルの遊びはちょっとあるんですけど、やっぱハンドルに対しての、反応というか、縦に短い分、ホイールベースが短い分、やっぱりそれなりの挙動が示してくれますね。ちょっとあの座面が高い、視界が高いんで、なんて言ったらいいんだろう、ワインディングロードとかに持ち込むとのがちょっと厳しいかなと思うんですけれども、いわゆる元々のスマートの狙いである、シティコミューターというか街乗りちょい乗りで気軽に乗れるっていうのはもう一発で分かりますね。いかがでもうこう後ろこうやって手伸ばしたらリアウィンド触れますからね、二人乗りですから。また今度4-4も乗ってみたいと思うんですけども、今日4-2から行ってます。スマートの元々のコンセプト、僕初めてなんですよスマート乗るの、実は旧型も含めて。でこの新型になって、全幅が10センチか100ミリ広くなったんで、ちょっとこう見た目も余裕が出てきてるし、車内も多分僕の体でも何回かやれた、他の動画でも言ってますけども、185センチ、96キロぐらいなんですけど、いわゆる巨大な体なんですけども、それでも多分収まるだろうなと思って乗ってみたんですけれども、これは思いっきり収まってますね。窮屈なところがないです。少し座面が狭いかなと思うけど、このレベルの 1000cc で2シーターで、っていうこの車に関して言えばもう十分な座り心地ですよね。でドイツらしく背面シートの背面とかも結構しっかりサポートしてくれてるんで、非常にこうこの横のサポートもいいですし硬さもいいですし、なんなら結構な長距離乗れますよこれ。本当に多分ね、ちょっと往復2、300キロの日帰り旅行なんて難なくこなしそうですね。ブレーキがいいな。これはやっぱりもうね、ドイツ車共通ですけれども、ブレーキのしっかり感、しっとりとしっかり効く感じっていうのは、このスマートでも感じられます。少しスピードが出てる時からところからビュッと押すと踏むと、効きすぎ感すら感じるような、不思議な感覚。エンジンがリアにあるっていうことが逆に静かさ、静音性に貢献しているような気がしますね。前から何か音がやってこないって言ったらいいの、突っ込んでこないっていうのをちょっと感じます。これ椅子いいな、椅子がすげえいいです。本当に座り心地が、これライバル車がねいないと思うんですよ。ライバル車いないから比較のしようはないんですけど、このクラスの椅子はどうなんだろう、初代の A クラスよりもいいかもしれないぐらい
座り心地がいいですね。なかなかの紋章じゃないでしょうか。特にスポーツ紋とかやっぱりついてないすませんね。トランスミッションは普通のノーマルの、ものになってます。もちろんマニュアルは、使えますけれども、まあ、車の趣旨的にそういう車じゃないですね。シーターだから C ピラーなのか B ピラーなのか、まあ、C でしょうね。リアのピラーが、かなり厚くできてるんで、そこが死角になるぐらいですね。ただこれはミラーとミラーで十分補ってる感じかなと思います。はあ、軽い軽い、はいはい、あ、面白い。今ちょっと面白さを発見しましたね。FF じゃない加速感、後ろからぐーっと押されていく、このなんていうんだろう、少し高級感があるような、いや明らかにあるんだろうなっていう今加速感を感じましたね。加減速に関しては全く問題ないですよ。よくできてます。で、まあ、ちょっと僕が気になってるのは、まあ、この手のこの辺のクラスの車だといらないよっていう人も多いんですけれども、タコメーターがいないんですよね。スピードメーターだけしか真ん中に丸く切ってないです。これがちょっとどうしてもチープ感を感じてしまうんですね、私こういうパターンの場合。個人の趣味ではあると思います。ただ、僕はタコメーターは欲しいな、エンジンの状況とかやっぱり見たいんで、どんな車でもタコメーター欲しい派なんで、これはタコメーターつけて欲しかったかなと思います。ハンドルのスイッチもあるね。リセットプラス、これオートクルーズもついてますね。音声認識のあれもついてます。面白いな。なんかスマホなんかでこの辺にセットするオプションも確かあったはずなんですよ。スマホと連携が非常にいいという。ただ都会向きですよね、やっぱりね。やっぱり乗り心地、質感なんかは、軽自動車よりもはるかに上なのは言わずもがなですね。1000cc クラス、1000から 1200cc くらいの、車。はい、皆さんこんにちは、ラジオ遠藤でございます。今日も川倉遠藤を行かせていただきたいと思います。今日乗ったのはこちらです。はい、スマートですね。スマートの、
4-2 というものに乗ってました。ツーシーターの、いわゆるシティコミューターというやつですね。実は僕は先代も含めて、スマートに乗るのが初めてです。なんで初めてかっていうと、このツーシーターってあんまり意味があるのかなって、コンセプト的に、僕個人の好みとしてあまりなかったんで、ちょっとせっかくの機会なんで乗ってみました。またね、4シーターの方も乗ってみたいと思いますけれども、今日ツーシーターです。意外に良かったんで、ぜひご覧ください。まずは、外観の方からチェックしていきましょう。ご覧ください。はい、今日はスマートでございます。メルセデスベンツですね。メルセデスベンツのスマートブランドのスマート、4-2ってやつですね。まだ4-4の実写がないんで、今日は4-2いきます。デザインがだいぶ変わりましたね。非常に独特なスタイリッシュな顔つきです。ギアハッチはよいしょ、ガラスを開けて、そうですね、ここを開けると全開、荷物もこれぐらい入ると。いわゆるシティコミューターですね。はい、いかがでしたでしょう。ちょっと短めだったんですけれども、外観の方チェックしていただきました。いい意味でドイツ車的じゃない、裏切りのあるスタイリッシュなデザインだったと思います。非常に陽気な感じのするフロントマスクでしたね。個性的でした。特にやっぱりこのツーシーターで縦に短いっていう、あれはものすごくこう逆にインパクトがありますよね。小さい中にあるインパクトっていう感じでした。リアゲートちょっと開けたんですけれども、荷物十分に入ります。普通の買い物程度だったら十分にできます。やっぱり気になりますよね、ツーシーターで、ああいうシティコミューターどういう走りをするのか。実際に乗ってみましたので、走りの方もチェックしてみましょう。どうぞ。はい、皆さんこんにちは。では、今日は、メルセデスベンツのスマートブランドですね、スマートの4-2に乗ってみたいと思います。外観がものすごいビビッドです。可愛いというか、なんというか、ものすごい独特なデザインですね。随所随所かなり独特です。ドイツ車じゃないみたいな仕上がりになってますね。もうちょっと走ってみましょうか。とりあえず、出発します。
構トルクがある走り出しをしてくれました。松尾は視界の高さが非常にあるなという、視点の高さって言ったらいいですかね、非常にドライビングポジションが高いです。縦に短く、上に高くというパッケージング、ミニバンですとか、最近の軽自動車ですとか、ツーボックスカーなんかと、中でも非常に質感は高い方だと思います。なんかこう遊び心があって非常にいいですよね。ちょっと回ってみましょうか。グイッと、はい、ちょっとやらせてみましょう。はい、リア駆動の恩恵がすごいある。これはものすごいかな。もうちょっとね、 FF だとアンダーも出ちゃうし、がないっていうところがあるんですけど、なかなかに質のある、質のいい乗り味をしてます。これちょっと試しなんですけど、 U ターンしてみます。ほらすっごい今分かりましたかね。ものすごい角度で U ターンします。これフロントの打角すごいあるね。多分これでも回れんじゃないかな。ほら回れた。 FF じゃないことによってフロントのタイヤの打角がすごいありますね。打角がある上に、後輪駆動で、なおかつホイールベースも短いってなるとグリングリン回せますね。これ面白いからもう一回回ってみちゃおうかな。はいはいはい、ほら切れちゃう。すごいですね。あの本当に都会で小回り利く車が欲しいなんていう方には選択肢としての1台、選択肢の1台としてはありです。4人乗せなきゃ全然問題ないです。荷物のスペースも十分ありますしね。そうなところでしょうか。特別にね、ワインディングに持ち込むとかっていうのはちょっとしなかったですけどね。そういう向きの車でもないですし、ざっと乗ってみました。非常に思ったよりも質感が高くて、で思ったより一番言えるのは、広いです。中は空間ゆったりある感じで明るくて気持ちよかったです。あと打角もあったんで小回りもものすげー効きました。ちょっとそこ感動しましたね。というところでしょうか。スマートの、4-2今日は乗ってみました。ご視聴ありがとうございました。感謝します。はい、いかがでしたでしょう。スマートの4-2使用させていただきました。ポイントは3つですかね。とにかく小回りが効く、面白いぐらいに回りました。ぐる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 、あの後もこの動画の後もちょっと駐車場の中とか回ってもらったんですけども、もうくる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 ずっと回ってられます。それぐらい小回りが効きます。これはFF じゃない、ごめんなさい、リアマウント、エンジンをリアマウントして、リアで駆動してるっていうことによって前の、タイヤのサスペンションの、この打角が広く取れたっていうことも貢献していると思いますし、もちろん、ホイールベースが短いっていうこともありますが、非常に小回りはいいです。これにはびっくりしました。それから2つ目、非常に、ドイツ車の割には遊んでるけど外してません。明るいし、造形もいいし、カラーリングもビビッドだし、
まあ、いろんなパターン選べると思うんですけれども、基本的には遊んでるんですよ。だけどドイツ車らしい質感っていうのはしっかり残ってます。随所随所にボディ剛性もちろんいいですし、厚み、いろんな部分の厚みとか、しっかり感というのが、操作系のしっかり感というのがありました。特にシートいいです。これもともとね、開発がメルセデス・ベンツなんで、メルセデス・ベンツの意地と言いますかね、メルセデス・ベンツらしいところなんですけれども、シートを含め質感も良かった。でも遊んでいるという、この辺もいいですね。あとはもう一つはね、これ2シーターだからだと思うんですけれども、非常に室内が広いです。後ろに席がない分、余計こう余裕を持っていろんなところを作れると思うんで、またこれで4シーターの方の44ですね、スマート44に乗ったら印象変わるかもしれないんですけれども、各部横も10ミリ広がりました、先代より。それによってゆったりでしましたし、天井、それから前ですね、インパネと自分との距離感というのも非常にありましたし、非常に空間としては快適な空間でした。さすがにね、スポーツ走行するような車ではないなというのはもう一目瞭然ですし、乗ってすぐに分かったんですけれども、普段